続いてはシリーズでお伝えしているスポーツ祭東京2013。今日はウェイトリフティングです。競技歴2年半で優勝を狙う高校生選手をご紹介します。東和学園高校3年生鈴木健太選手、ウェイトリフティングを始めてまだ2年半の選手ですが、去年行われた岐阜国体では少年男子85キロ級で4位に入賞しました。東京都は4年前、国体やオリンピックで活躍できる選手を育てようと、東京都ジュニアアスリート発掘育成事業を始めました。優れた運動能力を持つ中学生に都がエリート教育を施すというもので、当時中学2年生だった鈴木選手が1期生として認定されたのです。ウェイトリフティングの魅力についてこう話します。この種目ってやっぱり数で出てくるじゃないですか。だから数が上がっていくにつれてどんどん楽しくなる。東京オリンピックの開催が決まり、出たいと強く話す鈴木選手。指導に当たっているのは1988年ソウルオリンピックウェイトリフティングで日本代表を務めた並木芳典さん。鈴木選手が短期間で成長できた理由を伺いました。彼の特徴であるのはやはり瞬発力なんですね。で、ウェイトリフティングに非常に必要なその瞬発力を持っていたと。経験者に認められた才能、しかし辛い日々もあったようです。未だに全然記録が伸びてない時があるんで、もうその時はもうやめちゃいたいなみたいな感じで思ったりはしますけど。そういう時ってどうやって乗り越えたんですか？もう普通に練習して、で1キロでも伸びればもういいんで、まあ、あとはもう仕方ないやで済ませるしかないですね。もう取材をした2週間前は左手首を痛めていました。体を支える体幹が弱いと2人は口を揃え、痛みに耐えながら練習を重ねます。軸をずらさない、こうね、斜めにしない、そこを作っておかないとダメだよ。東京国体を目指して都のエリート教育のもと、これまでコーチと二人三脚で歩んできました。調子は上がってきているので、この調子を維持しながらですね、自分のベスト記録を更新すること、まあ、これはもう最低条件ですね。やっぱり優勝は狙いたい。鈴木選手が見据える先は東京オリンピック。この目標に向かって今はひたすら練習を重ねる日々を送っています。